こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、原因論と、ね、目的論というね、そういうお話でやっていきたいと思います。結論です。原因論と、ね、目的論をきちんと使い分けて子どもたちに関わっていきましょう、指導をしていきましょうということです。理由はですね、子どもの成長が一層促進されるからということですよということでございます。あんまりね、ちょっと分かりづらいと思うので、事例もね、交えながらね、やっていきたいと思います。今日の動画の柱なんですけどもね、1つ目が定義、2つ目が指導例、3つ目がね、補足ということでね、この3本柱でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目のね、この原因論と目的論ってね、聞いたことある方もおられるかもしれない、しない方もおられるかもしれませんけれども、まず原因論っていうのはね、何か原因があったから今結果現状があるんだよっていう考え方ですね。これ心理学者のフロイトさんっていうね、方が提唱した考え方になります。なんか聞いたことあるようなないような、採用試験でなんか勉強したなみたいなね、そんな記憶ある人もいるかもしれませんけれども、まあ、例えばですね、二日酔いしちゃった、だから今お酒控えてるんだよみたいなね、あんな思いもうしたくないからねみたいなね、そんな感じです。一方ですね、目的論っていうのは、何か目的がある、未来にその目的があるから今現状この結果を作り出しているんだっていう、これ考え方になりますね。これはですね、フロイトさんじゃなくてアドラーさんという方ですね。アドラーさんという心理学者の方が提唱した考え方になります。なんか聞いたことある方もね、おられるかもしれません。有名なところで言ったら、嫌われる勇気なんてね、本がね、あの爆発的ヒットをしていましたけれどもね、まあ、そのアドラーさんです。アドラーさんが提唱した考え方です。これはね、例えばですね、将来健康でいたい、健康でいたいからお酒を控えているって、こう未来にこういう目的があるから今現状を作っているっていう考え方なんですね。原因論も目的論も一緒なんですよ。現状はお酒を控えたいっていう現状は一緒なんだけれども、過去のその原因がこう現状を決定づけているのか、未来の目的が現状を決定づけているのかっていう、この違いになるわけですね。この原因論と目的論もきちんと子どもたちと関わっていくときに使い分けていますか？使い分けていくとめちゃめちゃ子どもたち伸びていくよってね、そういうお話なんです。具体例ね、見ていきましょう。指導例です。2つね、持ってきました。1つ目がね、原因論で指導すべき場合、2つ目がですね、目的論で指導すべき場合、かなり具体的にね、お話をしていきたいと思います。まず1つ目のね、原因論で指導すべき場合というのは、例えばですね、廊下とかで子供たちがね、こう衝突しちゃったってね、そういうことがあると思います。休み時間とかでね、鉢合わせでこうバーンってね、当たっちゃうみたいなね。こういう現状があった時に皆さんだったらどうするでしょうか？これ多分当然ね、右側通行とか左側通行とか、何かしらのルールを決定すると思うんですよね。そうすることで現状を改善していくということがあるわけですね。これもうズバリこれ原因論に根ざした考え方ですよね。一方ですね、目的論で指導すべき場合、これどういう場合かっていうと、例えばですね、子供たちが宿題で答えを写してしまった、ありますよね、そういうことね、あると思いますけれども、その答えを写してしまった時に子どもたちにどういうふうに関わっていくかなって言った時に、未来の目的に一回立ち返るわけですね。あなたはこの勉強することでどうなりたいのっていう子どもたちに尋ねるわけですね。そうすると、もっと賢くなりたいとかね、テストで100点取りたいとか、もっとパワーアップしたいとかね、まあいろんな目的が出てくると思います。じゃあ一体どういうふうに君は宿題をやっていったらいいんだろう、宿題の丸付けをしていったらいいんだろうっていうふうに尋ねると、答えをつたない、ちゃんと自分の頭で考えるっていう風に子どもたちはまあ答えるでしょうね。このように目的を確認することで現状を決定していくっていうね、まあ、こういう指導があるわけですよね。ただしですね、この原因論や目的論をきちんと使い分けたからといって、いつでも成果が上がるといったら、そういうわけではないわけですね。例えばさっきの廊下で衝突しちゃった場合を考えてみたら、右側通行っていうルールを決めました。じゃあ学校にいる子どもたちの全員がその日その瞬間から右側で歩けるようになりますかって言ったら、そうじゃないわけですね。きちんと原因を考えてルールを決めたからといって、全ての子どもたちがそのルール通りに動くっていうわけではないということですね。2つ目なんですけどね、これ事例によってね、原因論と目的論ね、使い分けましょうっていう、僕ねお話ししましたけれども、これ子どもによってっていう場合もあったりするんですよね。例えばある子どもの宿題写しの件で言うと、まあ、未来どうなっていきたいのっていう問いかけで子どもたちに対して非常にこう効果が上がる場合もあれば、逆に原因を潰していってあげた方が子どもからしたらこう行動が変容していくっていう場合もあったりするんですよね。だからこの事例はもう絶対原因論とか、この事例は目的論っていうことではないんですね。子供によってもちょっとね、若干この誤差というか、まあ、合う合わないはあるんでしょうねっていうふうに思ったりします。で、最後注意点3つ目なんですけれどもね、日本人ってね、どっちかっていうとね、なんかね、目的論より原因論で考えてしまいがちらしいですね。原因論っていうのは往々にして説教臭くなりがちなんだよね。説教臭くなりがちで、どんどん子供たちのことを責めていく、さらにですね、なんか時間がかかりがちなんだよね。なんで答えを移しちゃったの、
家でちょっと見ちゃいました、答え見ちゃいました、なんで見ちゃったの、答えがあったからです、なんでそこで答え置いとくのって、どん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 原因を突き詰めていくと、なんか最終的にその子供が幼少期のね、あの3歳の時にお母さんからこう張り手を送られて、その張り手の心の傷がとか言ってね、すごいところまで行っちゃったりするんですよね。めちゃめちゃ時間かかるんですよ。で、意外に成果が出ないっていうことがあったりするんですね。なのでね、振り返った時に原因の一辺倒になってたなっていう方は、もしよければね、ちょっとこう視点を変えて目的論にね、移行してもらったらいいかなっていうふうに思います。じゃあいつ原因論といつ目的論でやったらいいのかっていうのは、一個一個ね試していったらいいと思います。子供たちね、この子にはとかこの事例にはっていうことでね、それが仮説検証ってやつで、皆さんの一つずつ一つのこう血となり肉となり、皆さんのこうパワーアップにねつながっていきますからね、ぜひねいろいろね試してみてください、どんどんね、ということでございました。今日の結論なんですけれども、原因論と目的論を使い分けていきましょうね、きちんとね、その方が子供の成長が一層促進されるからっていうことです。ただし、この子供はこうっていうようにね、こう限定されているものではなくて、結構たゆたってるものなんですよね。なので仮説検証していろいろ試していってみましょうねっていうお話でございました。ちょっと最後いいですか、独り言つぶやいてのね。まずね、今日のサムネちょっとどう思いました？あのね、サムネイルね、なんか原因論と目的論とか書いてあって、つまんなそうな感じしませんでした？サムネイルね、面白くなさそうだし、小難しい感じがして、なんか見たいなっていう風に思わなかったと思うんですよね、今日のサムネね。それなのになんであなたは視聴したんですか？さらにですね、実際動画を再生してみると、なんか原因論とはとか、目的論とはとか、なんかフロイトはとかアドラーはとか、小難しそうなお話があったじゃないですか。多くの人たちは多分そこでね、停止ボタンを押したと思います。でもなんであなたはこの最後まで見たんですか？僕はですね、これね、今このご視聴いただいている皆さんね、多分相当人数少ないと思います。相当人数少ないと思うんだけれども、最後までご視聴いただいている皆さんってかなり学習意欲高い人なんじゃないでしょうか。何か一つでも得てやろう、自分の目の前の子供たちのために、そして自分自身のために少しでも向上しようって思ってるような人たちなんじゃないでしょうか。そんなあなたはぜひ自己投資をしてください。一冊の本をきちんと読みましょう。本を買いましょう。セミナーに出てみましょう。お金をかけてみましょう。自分自身を磨いていきましょう。あなたという刃物、包丁を研いでより切れるようにしていきましょう。なんかこう本買うのね、お金無駄になっちゃうから嫌だなとか、セミナー出るの嫌だなとかね、そういう風に思ってる人、これね、メンタルブロックって言うんですね。このメンタルブロック、あなた自身のメンタルブロックをぜひこう外してあげてください。あなたのことを誰よりもあなたが大事にしてあげてください。こんなつまらなそうなサムネイル、そしてこんなつまらなそうな動画を最後までねご視聴いただいて本当にありがとうございます。でもつまんなくなかったですよね。きっとね、あなたの何かにお役に立てたんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に思っております。また明日もね動画配信していきますね。あなたとお会いできることを楽しみにしています。では今日はこの辺で、さようなら、バイバイ。